草加に来ております。埼玉県草加市草加です。獨協大学前から今歩いております。僕がねネットパトロールをしていたら、僕がめちゃめちゃ探していたね、あのマルジェラのアーカイブ、昔のアイテムがあるお店を見つけたんですよ。なんとそこが草加ということで、はい、東京からはるばる今来ております。結構遠かったな。一応ね、撮影の許可を営業前に取っておりますので、早速ね今から行ってこようと思います。こっちでいいんだよな。合ってるかとか心配になるな。めちゃめちゃ喉かっすよ。マルジェラだけじゃなくていろんなアイテム、なんかティファニーとかもめちゃめちゃあったので、ちょっと見てみたいですね。ちょっともうね、今着てこないと着る時ないなと思って M6 を着てます。はい、フィッシュテールパーカーでございます。今日の気温は7度なんで、はい、ちょうどいいですね。もうすぐかな。もう完全に住宅街だけど、あるんか店。こちらでございます。古着屋1033でございます。早速ね、店内の許可も得てるんで撮っていきたいと思います。はい、ということで店内入らせていただきました。こんな感じですね。こんなところに古着屋があるとは本当思わなかったですね。こんにちは。こんにちは。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にマルジェラがもう上に見えたりとか、この丸にのコートもかっこいいですね。そうですね、まあなかなか売れないですけど。なかなか売れないですけど、キレイメプラスユーロヴィンテージ、ミリタリー好きなんで、ミリタリー多めに扱ってます。そうですよね、あっちの方にもちょっと見えるので、ミリタリーが真ん中全部ミリタリー。ちょっとね、もう先にただ連絡、これが欲しいって多分言ってると思うんですけど。こちらですね。はい。これがマルジェラの 04AW の、モックネックのリブがめちゃめちゃ太いニットでございます。ブラックでございます。こういうマルジェラニットってなかなか出ないんですよね。普通のやつがないですよね。なんか変わったやつばっかな。僕何個かクルネックのニットとかも持ってるんですけど、この2000年代前後と言っていいかわかんないですけど、これぐらいのって、ね。やっぱりスタンダードなデザインのものはほとんど残ってないですね。やっぱエルボーパッチとかだったらあるんですけどね。サイズが一応 L なんですね。じゃあ着れるやつですね。もうね、ちゃんと数字も見て着れるってこと分かってたんで。チェック済みですね。チェック済みです、完全に。これ絶対欲しいと思って、ちょっと後で着てみようと思います。2012ですね。あ、でも12年か。はい、11年前。11年前ですね。へぇー。ディオールと、あ、ディオール。ディオール、ディオール。ディオール、ディオール。バーバリーで、これ、ラルフ。あ、ラルフ。はい、この端がラルフですか。ラルフ。ラルフのステンカラー。ステンカラーですね。ストンと押してて綺麗で、綺麗なんですよ。しかも襟立てられて、あ、確かにいいっすね。襟立てられる方がいいらしくて。らしくてって受けるっすね。情報によると雰囲気出ますもんね、はい。これがディオール、ディオールですね。で、これもディオール、で、これがバーバリー。一番ちょっとこれ着てみていいですか。あ、いいですよ。あ、裏地すごい綺麗ですね。光沢感あって、へえ。そんなに古くはないと思います。27,000 円だったらなんかめちゃくちゃ安くしてます。そうですね、お買い得な気しますね。あ、でもシルエット綺麗ですね。あ、普通にめっちゃかっこいいですね。シルエットすごい綺麗だわ。肩がちょっと張るかもしれないけど、多分僕よりもうちょっと肩がある人とかだったら完璧かもしれないです。あ、でも別にちょうどいいな。普通にかっこいいな。綺麗ですもんね、襟高いと。そうなんだ、やっぱ襟高い方がいい説が出てるんですね。いい説出てますね。ステンカラーやっぱかっこいいな、綺麗に切ると。割とちょうどいいな。これで44なんですね。かっこいいですけどね。かっこいいっすね、確かに。確かに見た目いいな、めちゃめちゃ。あ、綺麗だな。色がいいっすね。色いいっすね。発色綺麗っすね、めっちゃ。あ、かっこいいな、普通に。シンプルに好きな人はハマりそうですけどね。じゃあ、ニットですね。はい。いや、もうこれが、本当これ見た瞬間に欲しいなと思ったんで。サイズ、めちゃくちゃいいっすね。バッチリっすね。サイズマジちょうどだわ、これ。ちょっと待って。あ、これっすね。めちゃめちゃいいわ。このやっぱネックが太いところが特徴的ですね。わかるかな。めちゃめちゃ分厚いんですよ。でも思ったよりめちゃめちゃ厚手じゃないんで、春とかも着れそうっすね。1枚全然いけそうっすよね。いやー、よかった。エロエロ AW すからね、結構前っすよ。もう18年前とか19年前とかなんで、いやー、まあね、これはね、ちょっと買うとして他のものちょっと見ていこうと思います。買うと好きなんで。あー、そうなんですね。めちゃくちゃ置いてたんですけど、絶対好きじゃないとこれだけ置かないですもんね。基本アメリカ製のやつがほとんどですね。あ、へえ、いいですけどね。1万円しないってめっちゃ安いですね。1万円ぐらいとかって。1万2000円とかそうです。ああ、優しいですね。やってます。レザーも多いですよね、ここ。レザーもそうですね。めちゃめちゃレザーも多いな。あ、でもやっぱいいですね、サイズ感とかも。レザーのこういうジャケットとかブランドかっこいいな。男らしくなりますね。なんかちょうどいいな。これ3着くらいあるのか、あのマルジェラ。すごいな。レザーのブルゾンってかっこいいですね、普通に。全然着れるもの多いよ、これも。これも25,000円とかなんで。バーニーズさんのレザーの、まあ、ボンバーみたいな感じですかね。あ、色綺麗っすね。あ、いいっすね、これ。柔らかいんで、肩多少あってなくても少し落ちる。確かに。
さっき懸念してたやつですね。ちょっと引くとこんな感じです。あ、マジでかっこいいよ普通に。これこの色のレザーのボンバーってなかなかないっすね。これ古着ならではですね。すごい気になるなって。あ、これアディダスなんだ。アディダス。おしゃれだなこのアディダス。あ、でも形もいいっすね。いいっすね。丈感も短めで、そうっすね、しっかりあって、おしゃれや。これはこれアディダスじゃんとは言われないっすね。3本線ないしね今色味が。あ、でもこれマジでおしゃれなジャケットですね。普通にアイテムがおしゃれとかすごい。これでなんか上にコートとか着るのもいいかもしれないですね。春先はこれで出れますね。普通に可愛いな。うん、女子が着るべきなんだろうなって話でちょっと結論落ち着いたんで、はい。いや可愛すぎるか俺には。いやー、続けてね、シャツとかも結構いっぱいあるので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。この辺もかっこいいですね。普通に着れそうな。着てるやつと一緒。 US ネイビーのはいはいユーティリティジャケット。ああ、黒が結構ないんで。ああ、確かに言われたらそうっすね。本当にめちゃくちゃ襟も立てられるんで。ハマってるじゃないですか。ハマってるんですよ。フランス軍のネイビーというか海軍が着てたようなジャケットですね。これが結構おすすめということで、なんか結構あったかくて、あ、形もいいっすね。すごい好きなんですよ。へえ、海軍なんだ。海軍こんなかっこいいの着るんですね。これも襟が締まると、ここがスナップでも止めれて飛躍になるという感じですね。あ、いいですね。フランス軍の海軍が2つついてますもんね。こことここでポケットがついてるっていう。ライナーもついてるんでめっちゃあったかいと。これ外せば春もいけますね。なんかね、ちょっと撥水しそうな素材なんですよ。まあ海軍だからかもしれないですけど、なんか思ったよりスベスベしてますね。これがアメリカ軍のトレンチですね。黒トレンチかっこいいですね。なかなか最近見ないからな。これもね、ちょっと襟立っててもかっこいいと思うんで、普通に。いいっすね。あ、いいな。民間のエクワックスみたいな。じゃあ、2ですかね。あー、やっぱ、あったかいっすね。T シャツでマジでいけますね、確かに。この辺なんか東京でもう見ないっすね。本当ですか？逆にない。もう売れてて。売れてないみたいな。人気っすね。昔よりエクワックスとかそういう言葉が、レベル7とかそういう言葉がすごい浸透した気がして、めちゃめちゃ。人気っぽいですね、やっぱり。レザージャケットですね。明るい色のレザーっていいですね。さっきのバーニーズもかっこよかったんですけど、これしかもスリット入ってるんですね。本当に70年代。あ、結構前ですね。70年代ってもう50年前ですからね。そうです。やばいっすね。閉めてもいい。かっこいいな、普通に。やっぱりダブルジップだから下開けてもいいんですね。いいな。普通に、あ、いいっすけどね、これも箱を下げたな。サイズがちょうどいいんで、なんか黒のステンカラーとか最近見ないから、あれだな、珍しいと思っちゃいますね。古着のブルゾンですね。よく見ると千鳥格子になってますね。おしゃれ千鳥格子になってますね。これも千鳥格子か、色が違うだけです。色がそうですね。ダーのミリタリーっぽいベストですね。かっこいい。あ、ほんまや、でかいっすね。でかいっすね。肩落ちればいいんですけど。確かにめっちゃ張っちゃってるんですよ。こういうキャラいるもんな。まあ、別にもしかしたらこれコートの上から来たら、あ、そうですね、全然ありかもしれない。レザーのこんなガチガチのベストってなかなか見ないですからね。箱みたいなポケットついてる。本当そうっすね。たまにじゃないっす。なんかここで一つのポーチみたいになってますもんね。すごいな、これ。あ、これでも結構面白いな。雨に濡れても大丈夫なんだと思います。でもすごい肌触りいいっすけどね。気持ちいいですね。うん、気持ちいいです。どっか外さない。綺麗っすね。なんか、なんていうんだろう、すごくミニマルに着れる。あ、これオールドコーチなんですね。すごいな、真っ赤だな。で、その上にね、こうティファニーさんがめちゃめちゃあるんですよね。結構ありますね。結構ありますね。でも減った方ですね。もっとあったんですけど。そうですよね。なんかネット見た時に結構ソールドっていっぱいあったんで、これもティファニー。あ、ハートがちょこちょこできてるんですね。ということで、買わせていただきました。はい、マルジェラのニットを買わせてもらいました。いや、なかなかないんで、本当に、はい。見つかっただけラッキーなんで、103さんは、定休日ないんですよね。定休日ないですね。定休日なしで。定休日ないですけど、僕寝坊しちゃうんで、3時くらいに来ていただけると。20分ですけど、確実ですね。ラフっすね。なるほど。じゃあ、インスタグラムとか概要欄の方に載せておきますので、はい、ぜひ、そちらで見てみてください。すごい、本当にいろんな商品あるので、すごい、優しい接客してくれると思うので。都内の方も埼玉の方もぜひ行ってみてください。そしたらじゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと帰ります。はい、気をつけてください。帰ります。